Lesson 7, Electromagnetic Waves, 電磁場 Step 1, Maxwell 方程式前回のレッスンとして、Maxwell 方程式は2つの種類を作りました。まずは、積分形なんですが、それが、まあ、ゴロボロの発展から見ている方程式になっているでしょう。この4つの方程式を作りましたが、まずは、この上の2つは、フラックス、速によって計算するんでしょう。これが、まずは、体積の積分なんですが、そしてこれが変わってない電磁場によるんですよね。これが、まあ、静的な場と言えるんでしょうかね。そして、下の2つの方程式が、まずはそれが線積分なんですが、これが線積分と面積分のことなんですが、これが、まあ、時間によって発展しているんでしょう。これはまあ、動的な電磁場になりますね。そしてこれが積分形なんですが、そうすると、微分形もあるんですね。この微分形には、これが、このところ、この点ではどうなっているんでしょう。それが計算できますね。まずは、この上の2つは、divergence。それが発散ですね。それが、電波の発散なんですが、それが、まあ、チャージがあるところには、それが、例えば、電池移行とかにあるところには、それが、その、電波にはどうなってるんでしょう。そして、これが、まあ、ポジティブとネガティブ両方がある、んですけれども、それが1点だけにはできるなんですが、磁石としてはそれができないので、必ず、north と south があるので、磁気端極子ではないんですよね。そして、この M さんが、磁場が変わると電波が出る。との表示します。そして、その、これが、まあ、クロスになっているので、その、E と B が必ず直交になっているんでしょう。そして、第4の方程式なんですが、それが、電波を変えると、磁場が出るんですね。そして、それも直交になっているんですね。で、これは、積分と微分形のマクスウェル方程式でした。